イクミンです。お弁当作りまーす。お弁当作っちゃいまーす。ちょうどね、お弁当作ろうって風になると子供たちが一回起きてくるんですよね。そうなんですよ。で、今日は何をするかというと、何をしようかな。そうそうそう、簡単にそぼろ弁当と思ったんですけど、あ、消しちゃった。嘘、嘘でしょ、嘘。え、ちょっと、どう、いや、あ、消しちゃった。もうちょっと間に合うかなっていう時間にポチッとしたのに、今触っちゃった。え、これまた一から、間に合わない。ご飯の冷凍、昨日炊いた冷凍がある。ちょっとそぼろ弁当、そぼろ弁当なら冷凍チンでも分かんないかな、分かんないかなっていうか、なんかちょっと美味しく食べられるかな。あの、炊いてすぐね、冷凍にするんですよ。そうすると炊きたてがね、チンしても炊きたてが味わえるんですけど、やっちゃった。ちょっととりあえずそぼろ作ろう。そぼろとお味噌汁やっちゃった。いつもか。やんなっちゃった。驚いた。タララララララ。あ、これもうちょっと人参まで言ってられないな。あちゃー、やってもうた、やってもうた、やってもうた。ちょっと水分補給して落ち着こう。なんか起きた時にね、どうしようと思った時にこうしようっていうね、アイテムが出るか出ないか。タラリ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 ラララ。あ、いい天気。ああ、ちょっと、あの、途中からでいいんですけど、あの初めからじゃなくて大丈夫なんで、あの、途中からお願いいたします。よろしくお願いします。今からもう一回、あ、ちょっと待って。でもグツグツまではいってないんですよ。6分ぐらいロスしました。今6分前にやったっていうことは、6分はでも温まってるか。ちょっとあ、おさゆさん、タティタララリラリラリララララ。これ組み立てないと。タッティラリ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 ラ、タッティタラララリリリリリリリラリラリリリリリティティ。これって大元の曲があるんだろうか。タッティタリラ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 リリリリティリリ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 リ、タッティラリ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 ラ、タッティタリラリラ。もうね、朝柔軟しないとね、もう体固まってる。こうやったらパパが言って、どないしたわ、だってなんかやんなっちゃ、パパはやんなることあるの。え、あー、やんなっちゃった。あー、この歌知ってる。知ってるけど、元なんだろうね。ちょっとググって。でもググれないから、こうやって音を聞かせてやるやつじゃないから。 あのね、違うの。ここをね、覗いた瞬間にね、うん、ほんのちょっと、あ、もうちょっと危ない、ほんのちょっと触っただけなのに、あ、開いちゃったの、もしかして。開いちゃったのに、電気ガンも止めちゃったの。あ、そう。だから6分。あ、はは。待って、あの、ほら、昨日パパが買ってきたこのチーズ味があるから。あ、そうそうそう。タッティタララララララリ。そう、これね、あの、マキシンジ先生、あ、ここねちゃん、はいよ、心配フリフリ。マキシンジ先生がね、あの、私がもうデビュー前に憧れっていう、パブ聞いてんの、閉めちゃって
あ、ドライヤー、ちょっとこれだけ聞いて、パパこれだけ聞いて、はい、皆さんを聞いて、あのデビューも当時に本当にまだ何も売れてないし、うん、何にもやってない時に、コメントも何もやってない時に、あの寄席に呼んでいただいて、あの、うん、あので先輩にタレントさんが有名、売れてる方がいたんで、私もくっついてね、そしたらね、ギャグでね、そのウクレレでマキシンさんがいるわけですよ、聞いてるパパ今ねもうドライヤーかけたくて間に合わないと思って焦ってんの、もうさこっちは間に合わないかもしれないと思って、もう諦めてそしたらね、あのね、俺、あ、違う、金も欲しいけど俺はもっとなんかなんとかっていうなんか逆があったのよ、それで私が汗が欲しいってみたいなね、なんか逆があって皆さんご存知ですか。そしたらね、私がその時にもうデビュー当時すっごい胸が大きかったから、あの、あ、胸がその小さいっていうことになってて、大きかったんだよ、小さい、私はもっと胸が欲しいっていうのをこうやってやってくれって言われたんだけど、恥ずかしくて、本番ねお客さん入ってんだよ、それなのにこうやってなんか胸が欲しいって言ったら、はっはっとか言って、え、胸が欲しいとか言ってね、もうねギャグの落としをねしなくてフォローしてくださったんだけど、ちょっと申し訳なかったなと思って、それだけです、以上、はい、さよなら。だってだ、その覚え出したの、だってだらら、ごめん、ちょっとさ今日さ、わお米がカップラーメンあるからその時のあれで、ね、あるやつで、ああなんとかなる、はい、今日も出汁がインスタントだわ。ここちゃんおはよう、ママやっちまったよ朝から。これね、いつも大は小を噛めるって言いながら、髪の毛邪魔だな、言われとけよかった。タッティタララリラリラリラララタッティタララリラリラリラ、もうパパうん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 って言いながら、もううん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 ってドア閉めようとして、ちょっと待った話聞いてみたいな、いやどうもすみません。昭和のギャグ連発。そうだ、だからお味噌汁の具を何するかってことだ。まあ本当になんかもう、あのなんか今日ね、気持ちがのんびりしすぎてる。なんかもう戦闘態勢に入ってないんだけど、これちょっとまずいパターン。なんか全然なんか動きが遅い。さあ来たらら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 、あ、そうあ、なんかちょっと本当にやろう、本当に作ろう。なんかね、マキシンジさんの、うん、あーやんなっちゃったっていう歌で、ああーやんなっちゃった。ハワイ民謡だそうです。ハワイ民謡。作曲がね、元々でもさ、なんかハワイって感じだよね。さあ来たりら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 。なんか今日作る気がないな。以上ありがとうママ。作る気がないな今日ご飯。もうこれでちょっとテンション下がったのかな。あ、テンション上がったのか。逆にテンション上がった。タッティタラ、もうちょっとやめとこう。ちょっとしつこい。あ、ちょっと待って。これと赤ピーマンとドライバーグリーンと赤とキュウリとシソの葉と、まずミニトマトを洗って、全部使わないで結構明日に使いたいので、パパ分をこのぐらいか。あー思い出すね、もう本当に新人の頃。いやー50周年ですよ。なんか普通50周年って言うとなんか記念なんかやるんでしょうけどね、何も予定がないです。50周年芸能生活50周年ね、50周年ですよ。まああのね、いじめっていうかね、そういう登校拒否から始まってね、給食所っぽくなってね、学校給食が食べられなくってね、そこから劇団に入ってね、まあ本当に50周年ですよね。まあ本当に社会復帰できるのか、社会人になれるのか、大人になれるのかなんてね、
不安に思っていた時代は何だったんでしょう。もう皆さん、未来にこんな楽しいことが待っている、 YouTuber YouTuber ですよ、すごくないですか。包丁か、ちょっと本気モード出さないと、本当に本当に作る気にならないと、本当に。よし、作るぞ今日はもうダメだ、もう今日はダメだ、今日はもうダメだ。ダメだというのは楽しいっていうことですね。はい、ここのとこちゃんとお出汁取ってあげてないね。でも美味しいと思う。でもさ、これお味噌汁、お味噌汁しても私なんかお味噌がないような気がなってきた。ちょっと待ってお味噌がない気がしてきた。お味噌が一回分ある？ない？一回分あるかないかって感じ。ああ、一回分あるかないかだな、これ。これね、どうしましょう。どうしましょう、こうしましょう。卵。そぼろ弁当といえば卵か。もうこれ鮭焼かないで鮭フレークにしよう。今日は鮭も冷凍で買ってあるんだけど、偉いねパパ、買ってきてくれたのがお安い方の買ってきてくれてる、さすがパパね。お願いします、家計に優しいこと。あ、ということはお味噌汁を1杯分にするにはちょっとこれ多い、お味噌が足りない。集中しましょう、集中、短期集中。何しよっか、わかめ戻そっか。いや、髪の毛邪魔だ、ちょっと今んとこよっか、髪の毛。のか、いやでも本当ネタ考えるのもね、皆さん大変って言ってね、もう私は生きてること自体がネタだからねもう毎日いろんな方が勃発するからね、本当にこうやってね、そうそう、こうやってやってらかしてしまうので、私の場合はなんかピーマンも炒めてあげたい、あれも炒めてあげたいって言いながら、あ、ちょっとそこでアスパラを何本かさっと、あ、キュウリを切っちゃいなさいってね、こっちか、キュウリを切ってしまいなさい。その葉、シソの葉サラサラ、今日絶好調、シソの葉全然関係ないですよ、笹の葉ですからあれはシソの葉サラサラ、よいしょ、その葉は後で、あー、ご飯、玉ねぎ入れるか、ここに玉ねぎがあった、そうだ、目の前に玉ねぎがあったら玉ねぎ入れよう。もうね、目に入ったものをねすぐ飛びつくんですよ。だからね、スタジオとかね、帰り際にパッとね、出てね、目の前に人がいたらね、私は左行かなきゃいけないのに、ね、右に行ったら右についたけど、社長がコツ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 ってよくね、社長の車が黒いんですよ。でね、コンビニとか寄ってもらってね、コンビニ寄ってね、出てきた時にね、よく違う車のドア開けようとしちゃっていや、でね、もう乗る時にね、全然車違うんですよ、色だけなんですけどね、社長のこうやって前から覗いてね、あ、社長の車だと思って、そうじゃなくて不安で乗れないの一
回開けちゃったことあるからね、そのクラブ。びっくりする。相手がびっくりするよね、本当に。不法侵入になっちゃうよ。あれ？昨日も、あ、昨日は野菜スープか。今日はお味噌汁だから、ちょっとか、玉ねぎなんかスープに入れたなと思いながら。ね、玉ねぎと。なんか、こっちの光がすごいから、なんかあの、あれだね。あれだね。中が暗く見える。あ、髪の毛ちゃんだ。水塩、カレー粉、玉ねぎ。これさ、こういうものを置いとくのに、これが、あ、ここでいいか、これはね。玉ねぎの香りがついてしまうので、よいしょ。君は下向いてて。下を向いてておくらそう、最後まで諦めちゃいけない。最後まで諦めちゃいけないけど。ちょっとご飯を温めとくか。これね、あと何分って出ない、あと何分は出るのか。でも10分前なんでね、出るの。でも10分前に出て、10分蒸らしたら20分じゃないですか。それってやばくないですか？それってやばく、あ、なんで全部洗っちゃった。それってやばくないですか？この段階でまだ何もできてないってすごく本当にやばい。本当にやばいんだけど。これはね、あとで袋を全部入れ替えるので。もう買ってきたとき、この袋をね、全部パパが消毒してくれてね、パパが入れるときはね。これちょっと パパの。静かになった。私もパパも。根っこ。これアスパラの。アスパラのフライも美味しいよね。もう一本やっとこうか。根元。私が食べる。ほら、全然炊けないじゃん。炊けないじゃん。っていうことは、もはやおご飯を温め始めた方がいいかな。ちょっと私が食べたとしても、ちょっとご飯温めるから。ご飯を温めておきましょう。あ、でも炊けちゃった場合にはもったいないよね。で、私がお昼にチャーハンすればいいかね。どうしようと思った時に、こうしようっていうのをどんどんアイデアを出していかないと。人参までは無理。お味噌汁1回分。玉ねぎ、あ、あと10分。
とこれアスパラ。もうお野菜いっぱい食べてほしいんだけどね。お弁当では食べきあ、ココちゃん危ないよ。ねえ、今日油もないからいいけど。ピーマン。ね、種も食べられるからそんなにちゃんと取らなくてもなんだけど。真剣になってます。急にご飯が間に合いそうなんで。ご飯入れちゃった。チャーハンだな、私のチャーハン。そうだ、チャーハンにしようなっちゃって。玉ねぎちゃん煮えてくれたら。ピーマン、赤パプリカ、お豆腐、豆腐の今水切りをしています。あとちょっとの差だったな、ご飯食べないで済んだのにな。ねえ、これも運命。ココちゃん、ココちゃんが最近マッサージしてとかべったりになってくれてありがたい。やちょ、卵出して、これ卵に卵入り。卵入り。よいしょ。ほら、ご飯ができた。冷凍ご飯ができたよ。はい、それでは炒めてまいりましょう。はい、アスパラちゃん OK。 アスパラちゃん OK。 ちょっとここに置いとこうか。いいね、お味噌汁いいね。あ、もういいじゃない、もうこれいいじゃない。こんにゃく畑。ルルルルルルル。ネギがあったな、そういえば。ネギ。あ、とにかくちょっと炒めよう。ネギが入るのと入らないのと違うし。時間がないのに。寄せばいいのに。じゃん、ネギが。ネギが入る入らないで違うよね。ダメ出しでご飯が解凍しましたよって。あ、でもまだこの冷たいままちょっと置いとこう。チャーハンにはこのままがいいね。ダメ出ししてくれる。あ、2種類買ってきてくれたんだ、ひき肉。ちょっと炒めちゃいましょうかね。この中疲れた。髪の毛が邪魔。おい邪魔だ。あ、油もないぞ。ちょっとこっちのフライパン。
しい方で。なんでみたいな、祝いてくればいいのにね。それまで今パパが使ってるから。うわ、こっち光が差して、あいえおいえで、なんかすっごい暗いんだけど大丈夫ですか皆さん。ありがとう、あ、よろしかった。よいしょ、よいしょ。卵、卵、そこにひき肉のは騒いでる場合ではない。早くしなさい。ちょっとこんなにいらないけど、取引なんで炒めてしまいましょう。よっよー、ポン。よー、ポン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 。ひき肉炒めてまーす。ただ炒めてるだけでーす。これにですね、中華の素をちょっとだけ入れます。胡椒入れます。塩一振り、みりん、あ、みりんもなくなってる。醤油もね、ちょっと実はちょっと危なくなってきている。みりん、あ、そう、お酒を買ってきてもらったんだ、昨日。料理酒。あ、これみりんだ。クッキングワイン。あ、ワインでもいいか。クッキング、ちょっと酸味が出ていいか。クッキングワイン。ね、目の前にあるものに反応するでしょ、本当に。醤油。醤油が足りないか、色が。お、炊けた。うわ、賢いね君。あ、ちょっとすっごいひき肉の量がすごかったんだ、これ。思った以上にひき肉がある。そこにひき肉がある。そこに行きに行く。
ほら、これこのぐらいタレがないと。すごいな、これ。これでちょっと炒まっててもらって、お味噌汁、ご飯が炊けたけど、ネギも入ったし、お味噌汁、よいしょ。急に静かになってる。ちょっとこれで、お味噌汁、それでこっちで野菜、よいしょ。なんかもう口になってきた。パパも静かになっちゃったし。あら、お豆腐の水切り、ちょっともう入れとこう。ピーマン、あ、いい感じで木綿豆腐が水切りできました。もういつものいつものサラダです。本当にちょっといつものサラダ、トマトときゅうりと、もうあの醤油と、なんだあれ、だしのめんつゆと、かつお節と、ちょっと味見だけしとこっか。うん、おいしい。あ、鶏むね肉だからちょっと油が少ないか。らしくなった大葉。これで出来上がり。ちょっとグツグツやってもらって。ピーマン。ピーマンちょっとだけしよう。ここら辺はいつもね味付けしないんだけど、ちょっとだけ香りを。藤っこ。入れて、端っこ入れて、かつ節入れて、かつ節入れて、はい、ピーマン赤パプリカ、おいしい。あと3分蒸らそう。あと3分。この間この椎茸のこれ美味しかったのよ。なのででもちょっと開けるのもったいないか。あ、でもちょっと入れてあげたい。ちょっと椎茸。
弁当と言いながら。投げてる。ちょうどいい感じ。ちょうどいい感じだよ。ちょうどいい感じ。ほんとこのお弁当箱大きいよね。1個軽く2個。ああちょっとそれ私食べる。ほんとにちょっとだけご飯。ほんとこれそぼろ弁当にするにはお弁当が大きすぎる。ちょっとこれあ持ってる持ってる。ちょっといなくなります。おはようございます。ママちゃんおはよう。ママちゃんおはよう。ママちゃんおはよう。ちょっと待ってね。今ねこれだけやっちゃうからちょっと見てあげたいんだけど、これだけちょっとやっちゃう。あとシソの葉か。シソの葉、シソの葉。シソの葉入れて、豆腐と、かつお節と、きゅうりと、シソの葉入れて、めんつゆ、めんつゆ。めんつゆ、めんつゆ。めんつゆ。好みね、もう塩がついてるからね。めんつゆと、お醤油いらないか。でもちょっとパンチのためにほんのちょっと。よいしょ。おし、ほんとにちょっと。よし、おし。豆腐サラダ。豆腐サラダ。じゃあ詰めます。漬物、たくあん。たくあん。豆腐好きだからね、お豆腐いっぱい。トマト、シソの葉。私もちょっと食べたい。でもお豆腐は入れてあげよう。パパ、シソの葉はなんかいまいちみたいなんだよな。よいしょ。お豆腐、きゅうり。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、豆腐サラダ。あ、やばい。あと1分。でもいつもより6分早いんだけど。もう靴履くトントントンって音が聞こえたような気がする。それではちょっと手を消毒して手で入れてしまおう。もうねこれ沈んでるけどいいね。鮭、卵、卵、ピーマン。なんか靴コン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 してるぞ。ピーマン、パプリカ、パプリカ、トン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 してるぞ。パプリカ、よいしょ。
そぼろ、そぼろ、そぼろ、そぼろ。もう見栄えなし、見栄えなし、そぼろ。アスパラ、あれアスパラどこかで男だっけ、アスパラ、あ、ここ、ちょっと待って、あ、これか、これだ、これだ、これだ、アスパラ、アスパラ、アスパラ。よし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 、アスパラ、アスパラ。たくあん、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 たくあん。ごちゃまぜやん、ごちゃまぜやん。お水きれいかな。あ、ここのシートもちょっときれいにしようか。よいしょ。ねえ、運動してないんだけど、一日こうやってなんか体しゃがんだり何したり、抱っこしたりこうしたりああしたりとかやってんだけど、まあこれは運動のうち入らないわね。なんかこれは入らないわね。うん、これちょっとどっこいしょっと。シートシート、あら、ちょっとシートがもうなくなってきてるかな。いらっしゃっしゃー、なさわしゃっしゃー。ココちゃん、ココちゃん、朝はご陽気さんだね。ね、尻尾ふりふりでね、お家の中歩いてくれるね。どこ行った、ココちゃん。あ、サークルの中で寝ようとしてた、ごめん。もうちょっと寝てて。ねえ、まだご飯には2時間後だから、みんなのご飯は。ねえ、最近エミちゃんがもう食べたいよっていうのがあるんだけど、ちょっと手洗おうね。リーマンパパ行きました。ご飯炊けた、ありがたいね。ちょうどいい、ちょうどいい感じです。小声になって、もう外が明るいね。これちょうどいい感じ。今日は鮭も焼かず、
この漬物初めてなんかね刻んだの買ってきてくれて、パパがあの会社帰りにね買い物リクエストするとね買い物してきてくれるんですよ。でこのアスパラちゃん、アスパラちゃん私も食べちゃうので、もうほぼね私の分もうと思って作るんだけど、みんなパパの方入れちゃって、で今日朝ごはんがないから、もうあの大きいお弁当箱にいっぱい入ってるけど、ちょこっと食べて仕事してくれて、このね野菜はね私が好きなので、で自分が食べるもんねちょっとねもう取っちゃうんですよね、こうやってね、ほんのちょっと朝と昼分ぐらいみたいに取ってしまって、おー大好きなわさびふりかけと思ったけど結構種類ありましたよね結構種類があったからね。であとはこれで冷蔵庫に入れて、そぼろ、鶏むね肉だったので、なんかもう鶏むね肉のひき肉しかないっつってパパが言って、いいよって言って、これちょっと色が薄いんですけどしっかりと味がついてます。これがねしっかりとついているので、しまうもんだけしまって、ここら辺はね掃除するときにここら辺りもね拭くんですよね。なんかねこのまんまねしまっとくとねカビが生えたりとかするので、これは後で一気にやるときに一気にやるんです。ちょっとこれだけ、あとしまうものがこれとこれとこれとこのぐらい、ちょっとこれしまっちゃおうか。あらえみちゃん起きた、おはよう。あもうお腹すいた、昨日夜遅くも結構食べたんだよね。ねえみちゃん、えみちゃん何食べるかな。缶詰、アニモンダーと、アニモンダーということは鶏そぼろ昨日も食べなかったね、今日は作らないでおこうかな。えみちゃんのジンキアの鶏そぼろねえ、これちょっと入れといて、あこれちょっと入れといて、私部屋掃除する時も90リッターのゴミ袋になんか片付けなきゃいけないものを仕分けしてね、例えば洗い物洋服とかね、あ小物とかね、あ仕事用品とか言ってね、一回ねリビングにビニール袋をいっぱい広げて、その中にボン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 ね仕分けするんですよ。でそこからサンタさんのようにその袋を持ってしまう場所にこう行って、こうやってしまっていくみたいな、もうとりあえずここに洗い物を貯めて整理しちゃって、洗い物を貯めて後でやる。でも、ね、ほんと今日はね洗い物少ないので、おサラダもう私これしかないね、お豆腐が好きだから向こうに入れちゃった、パパのところに。でこれでアスパラが味ついてないけど、この豆腐ときゅうりがもう味ついてるから、これでアスパラをいける。このまんまワンプレートで、私のね、私のがいける。あ、シソの葉が1枚そっち行ってしまった。これで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 、あ今日はなんかもう最初にご飯が炊けるだろうか事件から始まって今日もいろいろありましたエブリー今日もいろいろありました、いろんなニュースがありました。もうエブリーのね6時15分からのねコーナーが好きで、なんかいろんなね食べ物を紹介したりとかね、コーナー好きでね、6時15分になるともう何もせずに、すいません6時、残業じゃなければ6時15分にはギリギリパパが帰ってきてるかなって感じで、ちょっと6時15分ちょっと見させてって言ってね、もうお茶飲みながらね、あれだけは見させても6時15分。うちの母はね、これちょっと今冷凍にしますね、
あ、そうだ、私こっちのご飯があったんだ。これちょっとチャーハンにお昼あのうちの母はね、あの森田さんの天気予報が好きだって言ってね、でね、なんかのねパーティーでね、森田さんにねお目にかかってね、もう記念写真撮ってもらっちゃった。もううちの母が好きだったっていうか、うちの母がねもうあの61で、はい、ちょっとお空に行きましたからね、うん、あの感激した。それで写真撮ってもう母に、ね、報告して、森田さんに会ってよ、いいでしょうとか言ってね、なんか森田さんだとか思いながらね。もう冷めたかな、あ、大丈夫ね、はい。ということで、はい、今日はあのドタバタながらもまたあのお弁当ちょっと動かしました。斜めっちになった、はい、あ、また斜めっちになった、あ、はい、お弁当も、あ、また斜めっちになった、ちょっと平行が、はい、今日も無事にお弁当を持たせることができました。ありがとうございました。あ、それですね、パパがね、あの会社の方にねいただいてきたっていうね、カップ麺、これ知ってます？すっごい辛いんですって。で、そのペヤングさんがどん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 辛いの作っていて、たまたま昨日テレビで見たんですよ。が、あの辛いものが大好きだっていう、国の方に日本のこれをが食べられるかっていう挑戦ということで、あの うちが一番辛いんだよ。なんかほら、唐辛子でも地域によって違うじゃないですか。うちの国のうちの地域の唐辛子が一番辛くてね、もう辛いもの大好きでっつっても、もうペヤングさんの食べれない方が結構続出で、そういう番組があって、で、あのね、まだ昨日の段階では発売になってないんだけどっていう、もう最終章最終回のもうこの辛いやつっていうやつをあのやってたんですよ。それはね、でもね、トップになった、あの何人食べ、何人中何人食べられたかって国によってなんかやってるらしいんだけれど、昨日の国の方はトップになったんですよ。結構食べられて、でもそれはもうすごい、もう食べられるっていうか、その口の中が火吹いてんだけど、もう根性で食べちゃうみたいな感じで、もうギブアップ絶対しないっていうね。20人中1人だけギブアップしたのすごい。それのもうこれの今までの集大成が出るんですって。それでリーマンパパがもう辛いの大好きで、これでもニンニクと、これは麻婆って書いてある、これをなんかね辛いの好きで、挑戦、会社でね、なんかね皆さん挑戦するみたいで、まず牛乳を飲んで胃の粘膜を作って、そこまでしてやるかねえ、胃の粘膜を作って食べるんですって。でリーマンパパ自分でこういうの見つけてきて買うんだけど、これはなんか会社の方にいただいたんですって。ねえ、これのね上が出るんですって。でもね、あのその最終週のはこのパッケージがなんかニンニクだか唐辛子かなんかが泣いてたそういえばあの有吉さんの大食いと、それから辛いもの挑戦のコーナーあるじゃないですか。なんかねしれっとね、そんな話になった時にしれっとね、箱崎社長がね、私にもねその辛いもの挑戦のやつが来たって言うんですよ。でも断ったって断ったっていうのはもう体調的に、うん、その無理だろっていうことで、あの私もね、あの辛いもの好きで、そうだな、あと30年若かったら挑戦したかったけど、やっぱりね、あの胃の粘膜も弱くなってきててね。いやでも刺激物はね、本当あの気をつけて、自分の体調、自分のことがよく知ってるので気をつけないと、本当にね、あの胃の粘膜やられたらね、もう私若い時に何かで、あの胃の粘膜やられた、私胃も何も腸も丈夫なんですけど、あの検査もしてます。なんか今日曲がってる気がするんだけど、皆さんどう思います？ここすいません、うん、うんなんか今日はなんかふっとこないな、はい、若い時からね、ちょっと検査してもちゃんとね、内視鏡とか検査しても全然 OK なんですけど、さすがにね、そんなに痛いっていうものを胃の中に入れてで介護もあるし仕事もあるし、
もちろんエステシャンでもお客様が予約いただいてるので絶対もうね体調管理っていうのはあれなので本当にもう出たいんですよ、番組も出たいんですけど、もう泣く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 調整を断念した。でもね調整をね断念することもね必要だと思うんです。私ね知り合いとか知人たちにねもう命がけの仕事はやめなさいって、年齢考えなさいっていうのはもうね30代で言われてるんですよ。もう62なんですけどね、30代で言われててもうスカイダイビングさはいやりますみたいな、まあ登山ってはいやりますみたいな感じで、でもねなぜ諦めたかというと普通の旅番組だったんですけど、標高 何千メートル登るみたいな、それでなんかそういう大概はそういう番組にはちゃんとプロの登山のチームがちゃんとついて、インストラクターがついて一緒に上がるらしいんですけど、ちゃんと装備してね、たまたま旅番組でなんか普通のなんか街中歩くような格好で行ったわけですよ、知らなくって。そしたらあれにあそこまで来ます、絶対無理だと思って、だけど旅番組だし挑戦番組でもないし、ここで私が、まあ、相方の方はね女優さんいたんですけど、私が断念するわけにいかないなと思ってもう必死に参加したわけですよ。それで2時間かけてこんな岩のところこんななってこんななって登ってこんななって這いずくばってね2時間歩いたの。そしたらねもう一本ね隣に道があってね、そこはねもうね30分間ぐらいでスッと来れる道があって、わざと番組のためにねこっちのコースのこんな岩場を通ったみたいな、ね、そこからもうね1時間ぐらい上がったところで私は断念したんです。というのはね装備がなくって、もうほんと一歩手前もうロープが一本あるだけでもう崖なんですよ。そこもうね箱崎社長なんかツルツルの靴でしたからね危ない、何にも持たずに行って、もう旅番組だからっていうことで行ったらもう普通に大変な登山だったっていうのがね結構あるんですよ。その当時のね旅番組であったんですよ本当に。それで断念して、でもねもう悩んで、でもね高山病的な感じでもう頭痛もするし、なんか吐き気もしてきて、もう登れる状態だって3時間登ってもまだまだ3分の1も行ってないわけですよ。でも日が暮れたら危ないんで、もう行って帰って撮影してこなきゃいけないっていうんで、もう私はもうお荷物になるんで、もう断念しますって。あでもそれもありかな。でもねその時はねもう悩んだ、仕事をね断念するとか諦めるとかいうのが一切なかったので、もうしばらくねもう落ち込んでねもう鬱状態になってね、もうなんていうことをしたんだっていうね。今でこそコロナなんで体調悪かったらちょっと休むじゃないですか。なんだけどその当時はもう風邪ひいてもちょっと薬飲んだりとか、主治医の先生になんか注射打ってもらったりとか、もう痛みなんかを痛み止め打ってもらったりとか、骨折なんかもこうごまかしてみたいな状況の時代だったわけですよ。でも今はねもうとにかく体調悪かったら休みましょうって、そりゃそうですよね、もう皆さんに迷惑かけるからね、そういう意味では。なんだけどもうその時はねもう本当にショック受けて、だけどその時にね私にもできないことが出てきたんだなって思ったのが30代ですよでもそれまではね本当にね南米に行ってちょっと私さらわれそうになっちゃったりとか、もう本当なんかね BS だったけど雷の取材で雷に向かっていくんですよ。雷レーダーのところで今ここに発生してますっていうのを気象台に行って教わって、そこにね車で雷に突進していくわけですよ。本当にね命がけの仕事いっぱいしてきた。そうね、なるほどザワールドっていう番組があったんですけど、あれのレポートも何回か海外でやらせていただいたんだけど、なんかねもう本当に1週間10日ぐらいだったかなのロケでも、自分がもうどう生きてきたか分かんないぐらいのカルチャーショックなもうところに現地に行って、もう絶対日本人入らないぞっていうところにもレポート行ったりとかしたんですよ。でも友達からね、親戚からも命がけの仕事やめなさいと言われてたんだけど、どうしても来た仕事はもう全部こなしたい、もう全部挑戦したいって、そんな根性なしかオーバーなんてやってたんだけど、やっぱりある日突然ね、それをきっかけにね、やっぱり迷惑もかけてしまうし、
だけどその普通の旅番組でね、あの挫折したっていうのはその時はやっぱショックだった。今考えるともう良かったなと思うし、逆に登ってってもう本当にね救助ヘリなんて出動なんてのは大変ですからね。だからその何にもプロがついてなくって装備もなくって、で一回なんか途中で気圧に慣れて30分ぐらい休憩してなんかまた登るらしいんですけども、一気に撮影だから一気に行ってなんか高山病っぽくなって私は降りてきたんですけど、そしたらねあのやっぱりそのあの普通にスッと30分で行けるとこ2時間かけて撮影しながら行ったから、もうもう一人の女優さんも根性出してすんごい行ってくれたんだけど、ちょっと私も若くてね、だけどあの時間になるとこう途中からのその何あのゴンドラが、ね、止まっちゃうんですよ。そうすると暗い道を今度あの下山しなきゃいけない危ない状態になって、もう私もなんかその下の休憩所で降りてこうやってもうこうやって寝っ転がってこう死んでたんですけど、あのもうさあの係の方たちが下でわざ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 し始めて、危ないぞ早く降りてこいみたいなね、なんか無線でやっててね、もう危険な状態。いやもう撮影も本当にねあの慎重にならないと、ね、まあそういう時代ですもん、イケイケ。でもね皆さんやっぱりもう今はね事故とかもう感染予防対策とかもうしっかりね、うん、あとはもうやった手でみたいな、あとは食べ物でもあの通販番組よくやらせていただくんですけど、ご紹介するものも本当美味しいし、もう本当に美容成分なんかも素晴らしい、私も今は使ってるんですけどね、紹介してもらったものを使う、本当にね皆さんで、ね、テレビ局の方も制作会社の方も本当に嘘っこなしで真剣に取り組んでらっしゃるっていうのがね現在でございます。まあ昔のことだから時効ですよね、いろんなことねやっぱりありましたよ裏では。まあ、挑戦の話か、挑戦、これちょっと一本食べてみっか私もちょっとどんなに辛いのか、多分口の中で皮膚でもね、麻婆とニンニク泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様やあの辛みが苦手な方はあの飲食に十分注意してくださいって、熱湯3本、こっちは泣けるほど辛みが強いので、でもこっちのが色が暗いからちょっとこっちじゃ、これ1本だけ食べて別場所で食べて、パパの伸びた麺大好きなんですよ、なのでちょっとこれいつもパパが食べてるけど挑戦してみるか、ね、これなんか普通にいただくじゃなくて挑戦ですよね。でもあのもちろんね味はやっぱりすごく美味しいってパパ言うんですよ、辛いけど美味しいだから食べたくなるっていう、これこっちどんなものいつもパパが食べてるのか、これもうこぼすの、どうやってやるの、本当に私こういうのね、あのなんだっけカレーヌードルしか食べないので、たまに1年になんかカップの星印の部分を2箇所しっかり持ち、これ4番だ、1番があった調理法、蓋を A から B 線まで A から B ここまで開けて、で火薬を面の、あ火薬が入ってるのね、つゆを内側の線まで注ぎ蓋をする、3分後に切り口を矢印の方向に、切り口、あこっちか、こうか、あここにあるんだ、これが湯切りが、湯切りの私があって、そして蓋をすべて剥がしてソースを混ぜ、そのソースが辛いんだね、ちょっとやってみよう、まだ子供たちのご飯にはまだまだ本当は、あちょっと一回ちょっと様子見ますね、ね、ちょっとおしゃべって、みんな どんな状態でいるか、あれあれ意味がいない、あれ、あ涼しいとこで寝てましたね、そうそう、お弁当もねもうそろそろこの時期はもう気をつけないとね、温度ね、すぐパパ食べるからいいけど、すぐ食べないものはこれを開けて、これ恐ろしい、これ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 、でもこれの 最終集なんて映画みたいだね、最終編最後の決戦みたいな感じで、これ火薬は辛くないんだよね、
このお肉牛肉じゃないだろうな、大丈夫、私牛肉、あ、取っちゃった、牛肉アレルギーなので。豚肉だ、よかったよかったよかった、豚肉で。そうですね、これ大体あの私ね、あのカップヌードルのカレー味がだけ食べられてっていうか好みで、たまに食べたくなるんで、あの買っといて、あとはあの食べるものがない時ね。で、あの入っているお肉がずっとね、何十年も牛肉だと思ったらね、こう避けて食べてたんです、パパにあげて、肉とじゃがいもとね。でじゃがいも好きなんですけど、カレーに入っているじゃがいもがまあどっちかっていうとこうパパにこうあげてる感じで、これをこれお湯ちょっとフライパンでいっか、こっちのフライパンでお湯を注ぐ、お湯沸かしてくれたね、すぐ沸く。これなんか食べたくない、でも1本ぐらいで、あとはパパに食べてこれちょっとなんか一口食べといた方がいい、なんかそこまでいって調整する、お水じゃダメ、あ、マミーのもマミーねえ、一回はやっぱり人生でこういうものがあるんだから、私に、ね、何でもチャレンジしてみたい派なんですけど、まさかこれを調整すると思わなかった。昨日やっぱりその番組ね、あのこのペヤング その特集を見ちゃったからね、ちょっとねどんなものか。で本当に辛いもの好きなあの国の方、もう何でもこうあの唐辛子とかあの辛いものかけて食べる国の方も、あのペヤングのは食べられないっていう方が多いっていうのをね前から見てたんですよ。それでもう最終編で最終編で、あ、ここが、うん、よいしょ、牛乳がちょっと今日ないからでも1本です、1本、あとはパパに帰ってきて食べてもらう。おいしい、マミーじゃなくてピルクルだ。あの銭湯行った時のあの上がった時に買ってもらう、貧乏だったけどたまに買ってくれるんですよ。私は牛乳じゃなくてこっちマミーだったかな、うん、あと瓶のフルーツ牛乳、あれ美味しかったですね。今でもあんのかな。そう、あのね、昔住んでた家のね、埼玉の家の真ん前が牛乳屋さんで、もう私がもうでもその時もう中学だったかな、ちょっともうほら、あのこれ明日でダメになるからちょっと飲んでっつってね、いつもねあのコーヒー牛乳飲めない、コーヒーが飲めないのにコーヒー牛乳もらったのってたかな、うん、なんかあのすごいなんかの脳内なんだろう、神経伝達物質ってすごいなと思うのは、まだこれ開けてないんですけど、これも辛くないんですよ、辛くないのにもうくしゃみが出そうになってんのすごくないですか、のってもうこれはもう辛いもんだと思うと、もうここら辺がねもうくしゃみが出そうですごい状態になって、今なんかこうか花粉症状態に、私花粉症まだデビューしてないんですけど、すごいでしょ、のってそういうもんなんですよ。だからもう大丈夫、あの何かあった時に大場大丈夫、大場頑張れる、大場大丈夫っていつもね現場でね声かけてるんですけど、これね強いのがいいの、いやちょっとこれ調整して、あ、そうだ、キュウリを食べればいいんだ、ちょっとラップかけたままごめんなさい、キュウリとちょっと少し食べてから、うん、この昆布と鰹節とね、美味しい、うん、めんつゆと、うん、実は起きてすぐ私何かしら食べるんですけど、このところあの朝まで介護してたりとかするので、なんかとりあえず早くパパに何か持ってってあげ、あの持たせてあげようみたいな感じ、お弁当ね。でパパもやっぱりあの私が仕事でちょっと最近現場にちょろちょろ出るもんですから、
コンビニが多かったりとかするんですよ。だからいるときはやっぱりね、ちょっとお味噌をしまっておこうか、ね、さあどうなりますやら。すいませんね皆さんも、私編集ができないもんでね、ワンカットで皆さんお待たせしちゃってるんですけど、箱崎社長も一生懸命編集してくれるんですけどね、数が多くなっちゃうと社長も寝る時間とか、もう会社の経理をやらなきゃいけない、マネージメントやらなきゃいけない、私の編集もやらなきゃいけない、もう本当申し訳ないので、すいません、あのこのお料理動画はもうワンカットで本当申し訳ないです。本当にありがとう、湧いた、本当にありがとうございます。ここに入れるの、これあのミルクパン持ってくればよかったけど、もここにあったやつで、これでここまでで3分、これなんかこういうの乗っけるといいってなんか前誰か言ってたような気がする。よっしゃよっしゃ、3分、タイマーが、リセット、あれよし、今ちょっと時間を置いたから3分前に、あーそうだ、これをまだ大丈夫か、どうなりますやら。ちょっと違う箸でね、これ、割り箸、辛いかな、皆さん挑戦したことあります？これでも美味しいんですって、美味しいんだけど辛いっていう、そりゃそうですよね、ピヤングさんですもんね、ピヤングの焼きそば美味しいですよねピヤングって UFO じゃなかったっけまだいい加減なこと言ってる、ピヤングはピヤングか、 UFO、 あれなんだろう、お、あと2分弱、また1時間超えてるわー、もう挑戦、よし、ちょっと子供たちのふやかしを、あ、ココちゃんの冷凍をちょっと入れさせて、味見をさせていただいて、はい、それで、エミはもうちょっとこれ食べないな、人権お肉をここのところ食べていないので、あれ向こうか、よいしょ、ちょっとこっちの冷凍庫でした、よいしょ、ココちゃんがね、なんか自分から食べるのになかなか1時間2時間かかったりして、最初のね、この生肉のお肉の何口かだけはね、お口にポンしてるんですね。でもね、自分で口開いてくれるしね、こうもぐもぐしてくれるので、嫌だったらねそこまでしないのでね、なんか見た目には無理くり食べさせてかわいそうみたいな感じに見えちゃうんですけど、でもね、そうしないとね、どんどん痩せてっちゃうんです、ミニチュアダックスのココナがね、うん、もうココナちゃんもね、もうカカオの周りマッチルチルでお年を見して、怪盗なんかドキドキしてきた、これすっごいドキドキしてきたんだけど、お肉怪盗、もういいね、あ、これこぼすのか、こぼす、あ、お手入れしなさいって出た、あ、これすごくいい香りよ、今の段階で麺がすっごくいい香りで、これで昔ドバーってねこぼしたことある、
これでお湯をこぼす。おお。いい麺のいい香り。この動画見たら食べたくなりますよね。これね、これちょっとこれ食べて。うん、普通に美味しい、美味しい。これに混ぜるの？すごい。え、嘘でしょ。ちょっとこの段階で私くしゃみ出そう。これ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 。え、嘘でしょ。色がそんなに真っ赤っかじゃないんだ。昨日のやつも最終週のこれのでもね、これのね倍ですって辛さが。どうやったらそんな辛さが出せるの。普通に焼きそば美味しそうな。このここのここの蒸気を吸ったらすごいことになりそう。普通これあえて匂いを嗅がずに。これ一本じゃ根性ないよね。二本三本。一本これじゃちょっと根性ないかな。もうちょっとガバッといった方がいい？ガバッと。もうあちょっと来たよ来たよ。ちょっと二本二本行ってみる。ちょっと根性ないかな二本じゃん。でもここ今ここに根性出してなんか。ね、寝込んでもちょっと本当に子供たちの面倒があるので本当に緊張、そういう意味ではねすごい今選んで緊張してるんですよ。体調崩したらもうね子供たちのね面倒見れないって、絶対自分は元気でいなきゃいけないって。2本これちょっとこれいきます。なんかね耳あたりが痒くなってきた。ちょっとこれ後でこれラップかけとこうか。なんかもうくしゃみが出そうなので。日本じゃ根性ないよね。ガバッといった方がいいよね。だけど食べ物なんで残しちゃね。で、あれなのでいきます。挑戦。
私のことくにゃこさんって言うんですけど、あ、胃の中がすごい、あ、くにゃこさんって言うんですけど、くにゃこさんには無理だって言ってて、本当だ本当だ、痛い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 、ギギちゃん、ギギちゃん、ギギちゃんだ、これ痛っ、舌がもう感覚がない、口の中が感覚がない、なるほど、もうね、口の中が、あの、ヒリヒリが治ることはない歯茎までヒリヒリするが燃えてる燃えてるあ、すっごいわこれ、やっぱ牛乳わかる、今ね胃の方まで来てね、あのこれ根性なしなんて言ってられない、もう日本でよかった、これでもね、あのね、ただ辛いじゃなくて、なでも涙がただ辛いじゃなくて、やっぱりね、味は美味しいなるほどね、いやーこれ心臓バクバクするわ、すごいわこれは、もう大根はもうちょっと、あーすごいねこれ、あと1分解凍、おー、あ、でもちょっと収まってきた、あ、日本で、でもねこれ多分もう今日午前中はこのすごいね、どうやったらこんな辛いの作れるの、唐辛子だけじゃこんな辛くなんないよね、はあ、でも小麦と大豆と豚肉しか書いてないよ、すっごいわ、香辛料しか書いてないよ、うわ、でも生きてるうちに体験できてよかったねえ、こういう、だってちゃんとした食べ物なんですから、食べ物、あん時にね、布団の上に寝ながら、あん時に、あ、あのペヤング人生で試しとけばよかったな、なんてね、思わない方がいいですよね、なんでもチャレンジチャレンジ、だけどパパこれ食べてたんだ、いや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 、すごいわ、今ね舌が、あの、大丈夫になってきて、今ね歯茎あたりが歯茎あたりが、これ、あの辛いもの挑戦の方たち、あれすごいですね、でもね私の知り合いがね、あの番組出たんですよ、だけどもうね、もうこのようにないね、胃けいれん、こんな胃が痛いのないとかで胃けいれん起こしたって言ってた私も全然ね、若い知人なんですけど、はあ、はい、ということで、皆さんも、あの、体に優しい自分の好きなね、あの、これがね、そうそう、この辛さが大丈夫な方もね、たくさんいらっしゃって、これがもう大好きっていう方もいらっしゃるでもたくさんは食べないんじゃないかなと思うんだけど、でもたまにこういう刺激のあるもの美味しいですね、はい、ちょっと時間が過ぎると、あ、美味しかったなっていう感じになってきますけど、あ、違うところが今度に、あの、あ、この上の顎の、あの上のところがね、下の上のところがね、ビリビリしてきた、
はい、ということで子どもたちの、はい、お世話とご飯に入りたいと思います。ありがとうございました。クミの挑戦に付き合っていただきてありがとうございました。それで皆様もハッピーとラッキーで、あ、肝心なこともうちょっといいですか。もうちょっと、みんなが寝ている隙に終わりと思いきや、これあの編集があったらおまけっていうところに入るんでしょうね。はい、日本サービスドッグ協会、以前にですね、あの盲導犬、引退盲導犬ちゃんたちが、あの何のこうなんか保証のシステムがなくって、で、あの一般のご家庭で、最後まで面倒見ていただいて、幸せに楽しく、はい、あの余生を楽しんでお見送りするっていう、はい、で、あの盲導犬ちゃんたちはね、そういう保証があるんですけど、引退してしまうと、あのそういう保証がなくって、それでもう大型犬なので、もう1回医療かかると何十万とかかかったりとかするんですよね。で、やっぱりそのなかなか抱えきれないけれども、盲導犬ちゃんたちの、その引退犬ちゃんたちの、あの、支援ということで、あの知人があの団体を立ち上げまして、でそういう方たちのワンコたち の, あのサポートということで、まあ、知人を通して知り合って、もう何年前かな、もう結構経ちますね、はい、お付き合いさせていただいてたんです。でコロナ の, あのまん延防止がその解除された時にですね、あの、会場とかね、あのそういうあのところではイベントではお会いしたことあるんですけど、あの本部にお邪魔したことが今喉に来た、ごめんなさい、あの本部にね、本部にお邪魔したことなかったんですよ。それで一度お邪魔したいっていうことと、あとはあの皆様からですね、あのその引退犬ちゃんたちのために、あのちょっとうちの長男のワンタっていうのを見送った時の配信の、あのスーパーチャットと、それから収益を、あのお届けに、あの上がったんです。あの皆さん本当にありがとうございました、本当に。それで、あのその時の模様がこの解放誌に載ってるということで、あのたくさん送ってもらいましてね知人にね配ろうと思って、でここに記事をね、あのちょっと私も文章を書かせていただいたりとかして、それが来たのでね、はい、それのご報告と思って、ちょっと一部なんですけど、様とかつけていただいちゃって、はい、あの日本サービスドッグ協会にっていうことで、私がですね、緊急事態宣言解除を待ち、2021年11月13日に東京会の事務所を訪ねてくださいましたとか、はい、書いてくださって、数年前にご支援者を通じてご紹介いただきました、ご縁で毎年ご支援いただいております、こちらこそありがとうございます、ね、奈良県でございます。奈良県の講演会の時には、私がね、あの心理カウンセラーで講演いた時にはですね、引退犬ボランティアの皆様をご招待いただいており、あ、皆さんね、ご招待いただいてっていうことで、講演会に行った時はその、 あの知人紹介していただいた知人の方の主催だったので、その時にみんなもうね、もうこの子たちがみんな来てくれるわけですよ、卒業犬の子たちがね来てくれてお会いして、それで今回その来所のもう一つの目的は、ファンの皆様からのお心、スーパーチャットをお届けしたい、スーパーチャット YouTube 動画に、あ、それ説明、スーパーチャットの説明が書いてあります。でファンの皆様からたくさんのご寄付をいただきました、本当にありがとうございました、本当にありがとうございます。はい、で、このご寄付でエアーバギーキャリッジっていうね、どっかに、あ、これちょっと白黒モノクロでちょっとわかんないんですけど、真っ赤っかなね、この大型犬が、これね高いですよね、1台ね。それでこれね、あの上が外されてますけどね、上のフォローもあって、ちゃんとあのなんかこうバギーになってるんですよ、大きいバギーに。これだけじゃないんですね、そうなんです。でこれね、真っ赤かなんです、クーミン号ってつけていただいてね、そうそう、クーミン号ってつけていただいて、
はい、でこの2日間の様子は大場久美子のクイミンチャンネル YouTube にして公開しておりますっていう、ね、こういうね記事をね書いてくださってね、そうなんです。それでまあその時に2日間行きましたので、募金活動とか、それからちょうどね法要、インターケンたちがお空に行ったインターケンたちのお墓がありまして、でお寺さんがそういう盲導犬のインターケンたちが天国に毎月法要をねお寺さんでしてくださってるんですよね。でちょうど法要日だったので法要に参加させていただいて、というもうかわいいですよ。もうねインターケンのもう私ねちょっと動画をちょっとこれ後でねすぐにはあれなんですけど箱崎社長に貼り付けておいていただきますけど、とにかく自由がないんじゃないかとかね、かわいそうっていうイメージをね持たれていた方もやっぱり少なくはないんですね。でそういうのをねちょっと質問でねもうぶっちゃけもうぶつけさせていただきました、会長理事長にね。でもうとにかくね行ったらねもう押し倒されるぐらいみんな自由で、で会長自体が理事長自体がユーザーでらして、で何代目かの盲導犬と一緒にね今いるんですけど、取材中にねそのお仕事中だったんですけど、みんながねもう教会の庭の大きなドッグランがあるんですよ。みんなが遊んでるから自分も遊びに行きたいって言ってね遊びに行ってね、そんなね本当にお仕事もきちっとやるんですけど、おトイレは大丈夫ですかとかね、かわいそう我慢してって言うんですけど、そこら辺はもう本当にねちゃんと飼われている方もパートナーの方もねちゃんと考えてくださっているので本当幸せです。それで引退した後もう何の補助もないので、一般家庭ではねもう月に何十万出るってすごい話ですよね。なのでこの教会で補助をしている、それもチャリティーグッズを売ったりとか募金活動でやっていたのが、このコロナで募金活動ができなくても大変な思いしてる中、もう本当に皆様のスーパーチャットとも収益をもうお届けさせていただいたと、本当ありがとうございましたっていうご報告しなきゃいけないのに、すいません、もう辛いもの挑戦してて本当に肝心なことよかったというのご報告でございます。はい、でねこの解放誌はねもらえるのかな、言えばどうなんだろう。それでね私思ったんですけど、昔ねこの中にねもちろんいろんなボランティアをさせていただいて解放をいろんなところでいただくんですよ。でね振り込み用紙が入ってくるんですよね。で私香川でセカンドハンドの代表とアナウンサーの方なんで知り合いになりまして、イベントをきっかけにそのカンボジア支援ということでちょっと私もお手伝い十何年させていただいたので、代表がちょっと降りられるので私もちょっと一回外れたっていう感じなんですけど、まあとにかくその時にボランティアの方がねこうやって振り込み用紙をねこういう解放と一緒にね入れて送ってくれるんですけど、私ねこれご寄付いただくも何もなく振り込み用紙ってちょっとみたいなこと言ったらやっぱり送料がかかるんですよ。まあご寄付したいんだけど振り込み用紙って言ってもそれにはまた経費がかかるので、これにも書いてありました、振り込み用紙、ちょっと今ここには挟んでないんですけど一応入っておりますけども寄付してくれということではないんですってのが書いてありました。そうなんですよ、だからそこら辺もねきちっとねやっぱりそのシステムとかその考えてることとかもうそういうのもねやっぱり徐々にね徐々にね皆様にご理解いただくっていうのもね大切だなっていうふうにね私はね思いました。はい、ということではい、これがクーミン号がここに62号、はい、に乗ったということでね、はい、ご報告でございました。本当にありがとうございます。で私ねこの YouTube の収益は全てボランティアに使わさせて、はい、全て YouTube のこの収益をボランティアに使わさせていただいております。ぜひね皆様チャンネル登録と、そしてなんだっけ、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。私ねそうですね、自分が元気な限りはもう本当にもうお世話になった皆様への
恩返しまでいかないんですけど、ボランティアをさせていただきたいなと思ってます。そのためにまあちょっとね、アニマルの方のいろんな資格を取ったり、人間の方のリラクゼーションだったり、進学心理学だったり、なんかどん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 やっぱりね、自分のスキルアップしてますのでね、そういう意味ではちょっと自分の足で歩ける限りはね、ボランティアを続けさせていただけたらなと思います。どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。いつもありがとうございます。それではですね、ハッピーとラッキーでハビラキでー、ありがとうございました。クビンゴを見に行ってあげてください。近くの方ありがとうございます。